腹横筋をしっかり鍛える方法と反り腰を解消する方法というのを紹介していきます。お腹をへこませるためには息を吐く力、お腹を押さえる力というのが必要になってきます。息を止めて腹筋運動を行ったり、勢いよく体を起こしたりしていても腹直筋だけを使ってしまって腹横筋が使えてないんです。息をとにかく吐いていくだけです。今日も一歩前進しましょう。息を吐くポイントとしては、まずはーって息を吐きながら、息がなくなってからさらにはっはって吐きながらお腹をくっとどんどんへこましていきます。足はカエル足で、おへそを上に向ける感じでお尻を締めます。この状態からどんどんへこましていきます。30秒やってみましょう。それではいきます。スタート。はーっと吐いて、なくなるまで吐いて、どんどんへこまして、なくなったら吸って、一気に吐いて、どんどんハッ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 、みんながクッグ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 ッと最後までへこまって、グッ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 
あんまり引っ張っても、ね、痛くないよって人はね、いいです。はい、反対です。反対もしっかり引っ張ってね。私はね、横の方がね、ちょっと痛いなって感じですね。しっかり引っ張ってグリグリと揺らしていきましょう。あんまり引っ張ることってないっすよね。で、筋膜ってなんか押さえるばっかりがね、筋膜じゃなくて引っ張るのもね、筋膜リリースになるんで、しっかりね、お腹周りはね、なかなかローラーでね、押さえつけられないんで引っ張りましょう。よっしゃ、OK。それではエクササイズに入りましょう。まずは寝たままで足を伸ばして、お尻を少し上げてね、これでキープ。できるだけね、足を持ってきて、しっかりお尻もね、ちょっと持ち上げる感じで、下腹をね、引っ込めていきましょう。お腹はどんどん引っ込めてください。どうですか？よし、オッケー。今度は膝ね、曲げたままグイッグイッと動かします。上半身をね、楽にしてください。お尻を持ち上げる感じで、下腹だけ使っていきましょう。足を上げるっていうよりは腰を丸めるっていうイメージです。お腹の肉取っていきましょう。 OK。 今度はね、肘ついて足伸ばしてキープ。ちょっと肘をね、横に開いた方が腰がつけやすいです。お腹をこれでね、どんどん引っ込めていきましょう。ぐーっとね、引っ込めて、止まっとく腹筋って結構つらいですよね。あと少しですからね。よし、頑張って。オッケー。今度はね、上体を起こしたままでキープ。いきましょう。これでキープ。お腹をどんどん引っ込めて、腰丸めてください。あともう一種目で終わりです。たまに落ちていきそうになったらね、もう一回グッと上がってください。上がったままキープ。息で深く吐いて。 OK。 よっしゃ、今度はね、上体を起こしたままこれでキープ。ラスト、しゃあ頑張って。これラストです。足をね、楽に力抜いて、お腹がね、しっかりね、ぐーっと熱くなってるのが効いてます。うおー、効いてきた。うわー、めちゃくちゃ効く。頑張って、頑張ってください。しゃ、ちょっと OK。 あー、いてー。お疲れ様でした。頑張ってたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。